国道408号起点千葉県成田市時大インター。国道408号終点栃木県塩谷郡、高根沢町放射区交差点国道408号は、千葉県成田市から栃木県塩谷郡高根沢町に至る一般国道である。栃木県宇都宮市城、籠谷町千葉県成田市や茨城県つくば市などの国際都市を結ぶ重要な路線となっている。 1982年に研究学園都市として整備されることに決定したつくば地区と国際空港を持つ成田市とを結ぶ路線として国道指定を受けた。1993年に栃木県宇都宮市方面への延伸が決定した。もう市内では全国的に珍しい時速80キロメートル制限のバイパスが開通している。沿線では数字をとって408棟と呼ばれている。 2012年3月14日の正午より、儲かしげ、かご谷の伊白公園南陸京南同士、亀山の亀山和田京南までのバイパス区間を最高速度規制を時速 80km に引き上げた。時速 80km 規制の一般道路は国道119号宇都宮北道路に続き、全国2例目で同所と同様に、高天時などは道路状況によって、 規制速度を変更できるようになっている。一般国道の路線を指定する。政令に基づく奇襲点及び経過値は、次の通り。国道四百八号は元来、成田市から筑波市までであったが、一九百九十三年に宇都宮市近郊の高根沢町まで延伸された。その際、栃木県道も丘高根沢線は国道に昇格したものの、筑波市から。 下立市を結ぶ茨城県道下立つくば線は国道に昇格せず、そのため地図上では国道408号はつくば市から下立市の間は分断され、1994年3月、朝日新聞は当時の建設大臣中村吉郎の反対により、下立つくば線は国道に昇格しなかったとの建設省関係者の証言を報じた。 当時の下立つくば線とも岡高根沢線の沿道にある7自治体及び2県は1987年より国道昇格に向けた規制同盟を立ち上げ県も強く建設省に陳情した。しかし1990年に自民党道路調査会の会長代理に中村岸郎が就任して以降雰囲気が変化した。 1992年3月の国道昇格の道路審議会が開催された当時、衆議院の旧茨城3区には、中村以外に2人の自民党議員がいたが、下立筑波線の沿道にあった下立市と明野町の、いずれの市長、町長も中村派ではなかった。自民党道路審議会後の10月に行われた、下立市長の選挙では中村派が当選したものの、明野町は、 中村の地盤ではなく、1993年7月の総選挙では、この二人が合わせて9000票以上を得票したのに、対し、中村は219票しか得票できなかった。建設省道路局の関係者は、下田鉄筑波線は、常識的には当然、国道に昇格すべき道路であったが、中村の反対により見送らざるを得なかったと証言。地元では、 沿線の主張が自派でないために国道昇格を阻止されたと受け止めているという2015年には田中交差点から北へ延伸するようにバイパスが新設されたためあたかも国道408号がバイパスとして単独で建設されたようにも見受けられるしかしこちらは国道125号のバイパスでありその先池田地区から北も茨城県道14号畜生筑波線の バイパスとして建設されているため、実質分断状態は続いている。国道408号は、1985年に開催された国際科学技術博覧会に備えて、成田市に所在する新東京国際空港から、茨城県筑波郡や多部町の万博会場を結ぶ交通アクセス路を整備することを主目的として、1982年4月に在来の主要地方道から、 一般国道に指定された路線である。成田筑波間を結ぶ国道408号が誕生した数年後、茨城県道下立筑波線と栃木県道蒙下高根沢線の国道昇格運動が始まり、両県道を国道408号へ組み込んで成田から筑波を経由して栃木県宇都宮市近郊をつなぐ路線へ延伸する計画が立てられていた。 当時の県や建設省も地元市町村自治体の国道昇格運動を後押しし、両県道の国道昇格は確実視されていた。最後に一般国道路線の追加指定が行われる年となった1993年の7月に、つくば市栃木県高根沢町の区間が国道408号に追加指定されて、千葉県成田市栃木県高根沢市の一般国道の路線となった。 その際に、栃木県道猛火高根沢線が、国道昇格を、果たして国道408号へ編入されたが、前日の通り、茨城県道下立つくば線は、国道昇格を一している。成田市、編集国道51号と国道295号が交差する、寺田インター楽器店である。国道295号とは、立体交差で連結されている。 少し走ると右側に4モール、成田などの大型商業施設や、ロードサイド店がある。起点からしばらくは4車線が続くが、土屋交差点からは2車線になる。ちなみに、国道408号はここを右折する。土屋交差点から先は、単調な2車線道路が続く。稲敷郡河内町、稲敷市、編集町とヨハで利根川を越えると、茨城県稲敷郡河内町に入る。 河内町へ入ってからも、道路状況や周辺地域に変わりはなく、単調な二車線道路が続く。道前橋で新都根川を越えると、稲敷市に入る。引き続き道路状況には変化がない。松山交差点を左折すると、右側に今までより森林が増えてくる。牛久市、編集茨城県牛久市、坂江町牛久市に入ってからも大きな変化はなく、 引き続き田園地帯を進んでいく。ただ、中華芝田交差点へ来ると、道路状況と周辺地域に大きな変化が出てくる。そこからは四車線の道が復活し、ロードサイド店も増えてくる。この状況は、つくば市に入ってからも続く。国道6号との学園都市南入り口交差点と、交通量も次第に増えてくる。つくば市、編集茨城県つくば市、小野崎つくば市に入ると、 牛串よりは、ロードサイド店が減ってくるが、道路状況に変化はない。しばらく走り続けると、松代交差点を右折する。この辺りからは6車線になり、ロードサイド店が再び増えてくる。そのような状況で、つくば市中心部に向かい、学園西交差点で左折すると、学園西大通りという名前になる。北大通西交差点からは4車線に戻る。 西大通入口交差点を左折してからも道路状況や周辺状況に変化はない。この辺りからロードサイド点は減ってくる。国道125号との田中交差点で長く続いていた4車線区間も終わりを迎える。また、ここから国道294号までは国道125号との重複区間である。なお、この先も国道125号バイパスまでバイパスが 建設中である、集落沿いのカーブの多い道を通り抜けていく。下妻市、編集下妻市に入ると、再び4車線区間になる。それに伴い、ロードサイド店も次第に増えてくる。国道294号との、高木川西交差点で、国道294号と重複する。国道294号と重複するようになると、絹川の東側を沿いながら広大な田園風景の、 中を走る道路に変わり、暫定に車線かつほぼ直線の道路の状況がしばらく、続き、筑生市へ向け北進する。途中、右手に、道の駅下妻がある。筑生市、編集筑生市に入ったあたりから4車線になるが、田園風景の状況に変化はない。一本松交差点を通過したあたりから、徐々に道沿いに店舗が多くなり、旧下立市街地を東側に避けるようにして、 関東鉄道上層線、JR 水戸線を高架で通過する。その先の西谷外交差点付近は、店舗が集中している。さらにその約1 5トル先の丘、セリインターでは、国道50号と交差する。この辺りから、再び店舗が減少し、もうか鉄道も丘線と並走する状況が続く。しばらくすると、旧、栃木県羽賀郡二宮町の中心街に入っていく。 この辺りから、左側の車線数が減少しに車線となり、茨城県と栃木県の県境付近の下り坂に、達する。もう市かし、編集栃木県もう市かし木抜け級栃木県に入ると、すぐに右手に、道の駅に野宮が現れる。2車線の状態が、田園風景の中しばらく続く。道の駅を過ぎた辺りから道沿いに、建物が多くなり、店舗やもうか工業団地の工場も現れる。 寺内南交差点手前には、並木道がしばらく続いている。その寺内南交差点を左手に折れると4車線に変わるが、1車線あたりの福音が、一般的な4車線国道に比べて狭く、トレーラーや大型トラックは車線いっぱいに走行してくる。道沿いには、ホンダ技工業や小松などの工場団地が現れる。栃木県道十七号もかかみの川線と、 交差する長田交差点を過ぎると、再び二車線になり、工場群は消え、田園風景になる。北関東自動車道をくぐり、下籠谷交差点を左斜め前に折れると、上籠谷交差点まで国道121号と重複する区間になり、宇都宮市に入る。宇都宮市、編集国道121号との重複区間、宇都宮市場。 籠谷町宇都宮市に入ると、上籠谷交差点で重複していた、国道121号は左に折れる、小手山町交差点で、国道123号と交差してからは2車線は、続くが、福音も狭くなり、極立半径の小さいカーブが多く、山が道材まで迫る区間もある、放射寺交差点手前で、塩谷郡高根沢町に入るとすぐに、 宝石寺交差点で国道4号にあたり、終点となる、括弧の数字は、成田市内の主要交差点における、数字記号化による、交差点番号である、橋梁、編集道の駅、編集国道6号との交際茨城県牛久市、柏田町国道294号との分岐、栃木県猛歌市、寺内一般国道の路線を指定する政令の、 最終回整備である2004年3月19日の政令に基づく表記。2005年3月28日、マカベ関赤城町、明野町、共和町と合併して、畜生市となる ABCDEFG2015 年4月1日、現在、ありがとうございます。